第15。皆さん、昨日ぶりですね。フォークスの監督の、売り方です。なんで、バイしとんねん、おい。いや、今日からが本番やったやん、フォークス。まあ、昨日はしょうがないよ。まあ、災害山本由伸相手やったからの。まあ、むしろ坂東が8回2失点、イニング全部食ってくれて、中継ぎが休みました。さあ、今日頑張りましょうという、はずだったんですが、昨日と全く同じような展開で、全く同じようなスコアで、2-0。負け。昨日は山本由伸、今日は左のエース宮城にね、まあいいようにやられました、オークス。そして今日はね、2軍でホームラン打ちまくって、対宮城が試合開始前時点で4打数4安打も放っていたリチャードを1軍に上げて使ってみたはいいんですが、ザザザーン三三振。オブライエン！おい、砂川リチャード、オブライエン、なんしとんねん、おい。まあ、そりゃの、いきなり一が上げられて、即し結果出せっちゅう方が難しいかもしれへんけどの。まあ、一本ぐらいは、可能性を見せてほしかった。いい当たりを見せてほしかった。まあ、宮城のスローカーブに、いいようにやられておりました。まあ、これはリチャードに限らず、宮城くんのね、ゆるい100キロ前後のスローカーブに、まあ、苦しめられておりました、オクス。まあ、ただ、ツーアウトランナー満塁という大チャンスを作るときもあったんですが、まあ、6番マキラ凡退。ワンアウト一塁というチャンスを作るときもあったんですが、柳田デスパ凡退。0-0-0-0。何してんねん！いや、まあもちろんね、本日先発の千賀にはね、昨日の鬼人のごとき完封を見せた山本由伸ように、もう相手に1点もやらないというピッチングを期待しちゃいました。まあ結果終わってみれば、福田周平にタイムリー打たれて、昨日と同じく頓宮に犠牲フライ打たれて、まあ2失点、7回2失点。まあ、ハイクオリティスタートという結果であったんですが、まあ、わしの期待はもう一つ超えては来てくれへんか。できたら、もうこっちが点を取るまで、相手に点をやらないという気迫のピッチングを見せてほしかったのが本音です。ただそもそも打線が点を取りませんでした。はぁはぁはぁ。笑ってる、笑ってる。いや、野球はね、点取られたら負けへんのはそうやけど、それ以上に点取らない、勝てへんねん、おい。打線点取らんかい、おい。これで、オリックスさんとね、ゲーム差が1となりまして、明日も負けるようだと、ホークスいよいよマジックが消えてしまうということに、そういう状況に追い込まれてしまいました。明日の先発がこちら東山の、相手先発が田島に、相手の田島くんのね、対ホークス戦防御率がほとんど2点ジャストということでね。で、対してこちらのなおの、対オリックス防御率が 4.15 やったかな。まあ、あまりよろしくないと。まあ、明日もね、データ通りに行けばなかなかタフな試合展開になりそうですが、もう死のごの言ってられません。明日は勝て！明日勝てば、昨日と今日の敗戦はもうすべて水に流しましょう。明日勝てば、ホークスの優勝ほぼ確定的です。ただ、負けるようだと、またコンパに逆戻りです。もういいです。もうコンパはコリコリです。コリコリです。もうお腹いっぱいです。これ以上わしは、コンパという荒波に巻き込まれたくない。もう優勝させてほしい。ね。藤本君とは毎日そんな話をしています。ただ、我々がいくら愚痴ってもしょうがありません。まあ、戦うのは選手たちなんでね。まあ、とりあえず今日の敗戦として反省してほしいので、まあ、とりあえず選手たち全員にはね、今夜京セラ外周100周していただこうと思います。はい。まあ、ちょっとこの後、まあ、わしのグレート指導で、あいつらに勝つ入れ直したいと思いますので、皆さんご安心ください。まあ、ただ、そもそも明日台風が、超絶最強強強台風がね、近づいてきているということで、そもそも明日試合開始できるかどうかがちょっといまいち不透明というところであるんですが、まあ、中止になったらなったでね、どうせ振り返り試合でまた山本由伸あたりぶつけてこられそうなんで、まあなんとか明日試合できるといいですね。まあ言うて中止になったらなったでね、一旦マジックはついたままでオリックスを後回しできるという、まあメリットっぽいこともあるんで、まあどっちになってもまあまあいいんじゃないかなと。もうとりあえず目の前の試合勝つしかありません、どのみちオークス。明日こそこのわしのピンワンラツバン采配で必ずやホークスの勝利に導かせていただきたいと思います。楽しみにしてください。まあ知らないよ。ガツリもあれば、負けるもあるし、大事な首位攻防戦で2連敗する日もある。143試合もあるから。の。まあ、あと10試合中しかないけどの。はっはっは。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次のところでお会いしましょう。ほんでまた、グラシアス。